大岡かなは、日本のフリーアナウンサー。高松市出身。高松第一高等学校を経て、神奈川大学外国語学部中国語学科を卒業後、1998年に RKB 毎日放送に入社。1999年からは、当時の若手女子アナ4人によるオリジナルユニット、ピーチーズのメンバーとしても活躍。2003年、結婚を機に退社。 RKB 退社後、1年のブランクを経て2004年に RCC 中国放送に入社し、2006年3月31日で退社。その後、出産を経験したこともあり表舞台には出ていなかったが、2009年4月から、広島ホームテレビの平日夕方の生活情報番組、ホーム J ステーション9の1コーナー、地球派宣言を担当することになった。 2010年8月より4年ぶりに RCC テレビの E タウンに出演。コータリユージとはコータリンアルファー以来の約5年ぶりの共演となった。さらに2010年10月からは2度目の出産、育児休暇に入る田口舞に代わって、RCC ラジオ、一文字や太郎の週末ナチュラリスト朝生のアシスタントについた。一児の母、ありがとうございます。